反対側これ何してんのチキさん今フックのサビを取ってるんですけれどお<う>これ白いムースがね紫色になったのはねもうサビがねあの、化学反応で取れてきたやつなんですあっ泡なんだこれええ泡なんですうわっもうこれすげえうわめっめちゃ色になったこれサビつけたらえーえー、これこれですこれはいはっはー

中性タイプなんでね中性タイプええ手にやっても結構大丈夫ですこれほらあのすぐに紫色になって緊張してますよねここら辺はあ本当あほんとだあサビ浮いてきてんだこれええどん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 サビがね浮いてきちゃってこれ,れておもうタオルサビだらけであれこの 使ったスープラの錆を落としたやつです。そうです、そうです。ペラこれがね、ペラものなんか、フックは錆びるよね、ペラよりは。もうフックがね、赤錆になってたやつ、昨日のやつでやってたやつ、もう綺麗になっちゃいます。郵使って、朝に錆びてたやつを、はい、今落としたら、こう、こんなに汚れと錆が。<laughs> これすごいね。便利ですよ、なかなか。これはプラグなんか全然痛めてない、今のところは。今のところ大丈夫ですね。うーん。まあ、中性だからね。はい。 リールのパーツとか、あの、例えば、あの、隙間でなかなか落とせないようなところですよね。うん、あの、拭いても。うん、油で刺しても難しいなところ。うん、そういうところにこうやってバーって拭いといて、で、しばらく経ってから水で洗っちゃえば。ほう、リールのメンテにも使ってんだ。ええ。まあ今のところ、他に悪影響はない感じ。大丈夫ですね。ほうほう。まあ、フックリングだったらね、全然。そうです、そうです。もともと。ですね、うん。ほうあ、すごいよ、これ。 すんごいサビ,えとサビやサビ油なんですけど、うん、これってあの、えー、とロットの調子を出すためにわざとステンレスガイドつく使ってる部分あるんですよね、うん、実はそうそうそう、えー、重たくするのねそうなんですよ、うん、でその代わりにあのかなりこれね普通の、えー、とロットよりもボキシとか作って。うん 強くはなってるんですけれど、うん、それでもやっぱね、自分みたいにハードに使い込んでると、毎回洗ってもね、うん、ちょっとこの内側とかにサビとかが入ってきたりとか、<や>あとリングのこう、隙間のところとかにね、サビ出てくるこの股のところとか、ほんのちょっとこう、茶色になったりするよね。ええ。それはね、ちょっとね、防ぎようがないんですけれど、うん、これ使うと、実はね、かなり綺麗に取れるんです。うん、へえ。ここのところわかりますか きれいに洗ってもね、やっぱこういう。見える見える見えますか錆見見る。はいはいはい。じゃあここへ、はいやってみましょう。グッとやっといて、ぐしゃっと書きます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よ盛り上がり。上がちょっと、もうすぐ、もうすぐなか出てきます。もうすぐ上がっぱい出てくるんです。へぇー。で、数分放置放置してきます。 こ早回しでドーンドーンドロ <laughs> 早回しでね5倍速10倍速ぐらいでええ取れるかな綺麗になってくれるといいですねね、えー、僕みたいな大雑把なやつは今ぐらいのサビは気が付かないんだけど、えー、神経質な人は気が付くからね、えー、俺はまあええやってね取れるでもやっぱりこれ長く使いたいロートじゃないですかそうだよね,ね だからやっぱりこういうところをちょっとこまめにやっとくだけでもね、うん、やっぱ違いますよね、えー、その最終的に持さてきれいに錆落ちたとするじゃん、はい、であとタックル入り草で,でそうですそうです、あと仕上げやっとけばきれいだよねこれいいな本当にこれ必需品になるぞ俺たちへえー、すんげえどれぐらい取れるか楽しみ、うん じゃあそろそろこれってかなよいしょ。いいよこれね、あの、ひどい時には何回かやっといた方がいいです。<laughs> あの、これ、とにかくさびがあれば紫色が出るんで。紫色なんだ、さってそう,ですそうです、そうです。へなんで、えっ、ー、と、1回でもし、 ひどい時とかってすぐになんか紫色がゴーッと広がっちゃうんですけど23回重ねてやるとそう,うそうそうそう紫色でなくなるまでやるっていう感じでやってくれるんすん知らなかったなぁ面白いもんがあるもんだなぁへえ日本は便利なものがいっぱいあるんですよ瞬間錆び取りスプレー中性錆ビ」「科学の力で錆を分解除去」「株式会社 AZ」 えー、中性っちゅうの方がいいよな中性ここのね紫色に変わってるの分かりますかねサビがあったところおおあほんとだじゃあちょっと拭き取ってみましょうかあ白い綺麗なとこでタオルの白いとこでよいしょすいませんね汚いタオルでもちょっと待ってよ タオルは白いです。はい。よいしょ。お、うん、うわすごい、なんかタオルついちゃったよ。何これ <laughs> これがサビが化学変化して取れたやつなんですけれどね、うわーすっげぇ。これで例えばあのー、エポキシとかスレッドネットとか、今のところ全然問題ないですね。もうな、地球さん何回も使ってる。る、はい、おおすごいなもう、まあ、こんな汚れ出てるよ。サビ汚れ。よっ、よっ、 ああ、これまだね、1回目じゃちょっと取り切れてないですね、もう2、3回やった方がいいとな。回やったうがいいですね。はいはいはい。えフックとか、リンゴのサビだけじゃないんだ。こういうのもやれちゃうんだ。はい。で、これ、もうね、エポキシのないところはね、取れてる。綺麗に取れてるんですけど、エポキシの内側にちょっとね、まだ残って。内側に入っちゃうんだよね、えー、サビってね。えー、それが結構厄介で、えー。でもね、まあ、これぐらいだったら多分ね、もう何回かやってくとる、綺に取ます。もう、エポキシの中、糸の中へこう。 したいね、そう,そうです、そうです。スレッドの中へサビが入っている場合、僕は諦めてたんだけど、何回かやってる取れちゃう初期の、初期の段階だったらね、あの、これぐらいだったら浸透して、結構取れてくれます。はい、あ。もうだけど、これ本当にエポキシーのないところは綺れいに取れてますね。うわ、ほんとだ。うん、すげえ。すごいすごい。